水の炎は松本清張の長編小説。女性自身に連載され、1963年7月に公文社から刊行された。過去3度テレビドラマ化されている。恵まれた環境で生きてきた女性が生活の危機を経て自分の生きる道を選び取ってゆく心の遍歴を描く長編ロマン。塩川信子と夫、浩二との間には心の距離が生じていた。満たされないものを感じつつ、信子は今の生活にないものを求め、大学の通信課程で学んでいたが、夏季のスクーリングで担当教師の浅野助教授と出会う。野心家の夫と異なり、世間連れしたところのない浅野に、信子は新鮮なものを感じるが、浅野の方は信子に惹かれ、彼女を激しく求めるようになる。浩二は、大学助教授の浅野が妻の信子に気持ちを寄せているのに気づいた。愛人の成沢恵理子から結婚を迫られていた浩二は、彼女を使い、信子と浅野の密会証拠を偽造、信子の不貞を離婚の口実にしようと図る。その一方で、浩二は、伊豆長岡にある信子の実家に赴き、信子の父に、自分が関わる開発事業へ、巨額の出資をさせようとする。信子の両親は、娘の家庭を心配しつつ、婿の出資の求めに応じてしまう。危機の行き着いた果てに、信子が取った選択は、1964年1月20日から4月18日まで、日本テレビ系列にて全78回の連続ドラマとして放送。1971年4月5日から6月25日まで TBS 系列にて全65回の連続ドラマとして放送。CBC 制作昼の連続ドラマ。1976年7月5日から10月29日まで毎日放送制作 TBS 系列の妻そして女シリーズ枠にて全85回の連続ドラマとして放送。ありがとうございます。